はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、フォーカストプレイヤー第2弾グレード85以上、全選手対象としてのカードランキングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、今回は後編にあたります。1位から5位編ね、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、昨日、いや、一昨日かもしれません。 えー、6位から10位編が上がってるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと僕も動画作りすぎてて、どの動画がいつ上がるかっていうのをちょっと把握しきれてなくてですね。あの、どんどん溜まっていってる状態なんですが。さあ、まあ、ここもね、まあ1位から5位、まあ大事ですよね。うん。まあ今回フォーカスのプレイヤー第2弾ね、この、 順位付けするにあたりまして結構ね、今までの限定よりも多くの選手が対象になりました、僕の中でね。まあ、その中でいろいろちょっと細かい比べとかやっていった上で、まあ、ランキングつけていってるので、まあ、当然ね、この1位から5位に関しても、まあ同じことが言えるのかなと。まあ、結構上の比べっていうのも、まあ、比較的ちょっとね、優劣つけるのが難しいぐらいの。 まあ、レベルの、えー、カードがね、まあ、複数枚いたりとかもしますし、まあ、その中でね、まあ、クラチャンリーグともにね、まあ、特にまあ、クラチャンよりの限定なので、クラチャン、あ、ごめんなさい、リーグよりの限定なので、リーグよりの要素というのはちょっと強めには見てますけど、まあ、ある程度フラットに見たぐらいでね、はい、評価してますので、まあ、単純なカードランキングということでね、別にリーグ編でもないですし、はい、というところを理解した上でね、まあ、ぜひ、えー、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。 はいということで、もう早速ね、まあ、順位やっていきましょうか。じゃあ、5位からね、順に1位までやっていきたいと思います。では、フォーカスドプレイヤー第2弾、グレード85、ジュ選手と対象としてのカードランキング第5位のカード見ていきましょう。こちらです。はい、ここはサンフレッチェ広島の河村拓夢選手のカードですね。はい、こちら第5位となります。さあ、このカード見ていきますと、スキル構成がタクティカルインターセプト、異次元シューとハードチェイシング。 でチームスクラスためディフェンス強化でボーナス円がディフェンス20%パッププラスとテクニック15%パッププラスですね。ダブルセンスとなってます。で総合値6886のディフェッチが1321。オフェッチも同じく1321と、はい、なってますね。まあ、その分ちょっと4ステはね、グレード比にしては低めかもしれないですね。はい。という風なカードになっておるわけですが、さあ、このカードを第5位にしました。はい。まあ、意外と評価ちょっと難しいなと思ったんですが、 まあ、そうね、環境面の話で言うと、まあ CMF とか使う人だったら結構ね、いいカードなんじゃないかなと思うし、まあめちゃくちゃフォワードに尖らせるんだったらね、ボナセンはディフェだけどね、オフェンスにと、オフェンシブにするんだったら、まあトップ下なりシャドウというところもなしではないかなっていう感じですよね。うん。 まあだから、まあボランチはね、チェイシングがちょっと出なそうな感じもするので、ちょっと使いにくいのかなと思うと、まあ CMF から上のね、まあ3つのどこか、まあ特にまあ CMF が攻守にわたって、まあ良さがいきそうだなというところがあるので、まあ今回のカードはまあ CMF メインになってると思っていいんじゃないかなと思うんですよね。そうなるとね、4332に入ってこなかったりするんですけど、ただ CMF を使う米を使うんだとしたら、このスキル構成は結構理想的ではありますね。うん。 やっぱ、守備面ね。ま、スティール、チェイシングというところがしっかりありますし、ま、異次元シュートでね、ま、時にはシュート狙えると。で、今の環境とかだと、ま、シュートセーバー一種ぐらいしか大体持ってない関係でね、ま、シュートを打つ、なんていうかな、大事さっていうのも、ま、あったりするんでね。うん。ま、そこに関しても価値を見出していけば、ま、面白いカードにはなるんじゃないかなというところで評価をさせていただいてます。ま、これリーグ面の話でもね、ま、ディフェアよりですけど、しっかりと守備しながら攻撃面のね、ま、期待というのもできますし、 まあ、あとは、まあ、クラちゃん的な話で見てもね、まあ、EP はしっかり稼げるスキル構成であると思いますので、まあ、クラちゃんリーグともにね、まあ、いい評価はある程度つけれるんじゃないかなというところで、第5位で、はい、えー、上げさせていただきたいなと思います。でね、もう一つちょっと言っときたいのが、個別評価の時にもちらっと言ったんですけど、まあ、こういう今後ね、まあ、オフェディフェ割れるようなカードっていうのはね、結構出てくると思うんですよ。で、 こういうカードって表面上の比較っていうのはね、不利なんですよ。なんでかっていうと、まあ悪い意味で言うと、このままだとオフェリフェ中途半端なんだよね。だって1321って別にオフェンスで見てもディフェンスで見ても高くないからね。じゃあこれが、じゃあ2000、2000とか、2500、2500とか、3000、3000とかになったらどうなるって話なんですよね。うん。これはね、この、 こういう、なんていうかな、基礎値がそもそもオフェディフェである程度高い、まあある程度それぞれに対してそれなりの数値があるカードしかできないことであって、これがグッと上がっていくと、守備でも活躍できるし、攻撃でもチャンスが出てくる万能カードみたいな感じになりかねないんですよ。うん。となると、結構その仕上げる意味があるカードとして見るんであれば、結構ね、大事だったりするし、まあなんなり4ステ低いのをね、補うために、まあキラとかクラブリンクとかがつくと、なおね、良さがね、出やすくなるんだよね。 まあだからこそ、まあ表面上の評価っていうのは不利なんですけど、仕上がった時の恩恵っていうのは結構でかいんでね。うん。まあだからこそ、まあ仕上げれる人は狙っていっても面白いカードにはなるかなと。まあこういうカードを中盤で結構使えてくると、まあ中盤の安定も増しますし、まあそれこそいい展開作ってね、まあチームに影響を及ぼすこともまあありますので、 まあそういう選手を探してるとかね、まあ、もしくはまあ河村選手がね、海外移籍だいぶ濃厚になってきてるので、まあ、海外移籍前にね、やっぱ一発いいのを取っときたいなと思うんだったら、今回狙うべき、うん、1枚のまあ万能なカードとして見ていいんじゃないでしょうかというところですね。まあ、ただ逆を返せば、仕上がらないと強さが発揮できないという見方もできるんでね。 当然、仕上げっていうのはすごく大事になるので、まあ、そこさえうまくいけば、まあ、すごくいいし、うまくいかなければ、ちょっと残念なカードになりかねないんでね。まあ、そこはぜひね、育成の方頑張ってほしいなと思います。はい。じゃ続きまして、フォーカスドプレイヤー第2弾、カードランキング第4位のカード見ていきましょう。こちらです。はい。ここはセレスト大阪のキム・ジンヒョン選手のカードが第4位となります。 さあ、このカード、グレード93のスタミナタイプで登場してますが、見ていきますと、スキル構成がダイナミックセーバー、1対1の集中力、制空権の掌握。で、チームスキルはスタメンディフェンス強化。ボーナスセンスがディフェンス20パーププラス、スタミナ15パープのプラス。で、総合値が6684の、えー、ディフェチが1554というね、カードになってます。はい、ということで、このカード第4位となりますが、まあ結構万能型ですよね。うん。 ま、スキル構成もね、ダイナミックセーバー持ってますし、ま、1対1の集中力、制空権の掌握ということで、ま、ABB にしてもね、ま、セービング3種持ってるっていうのは、やっぱり評価が高いカードになります。で、ボナセも当然ね、しっかりディフェ持ってますし、ま、しかもこれプラスなんでね、ま、クラブリンクつけばなお大きいというところが、ま、特徴的なカードで、ま、ディフェの基礎値は決して高くはないんですけどね、ま、1554という、ま、それなりの数値にはなってるというところも、ま、総じていい点かなと思いますね。はい。 ということで、まあ、ゴールキーパー持ってない人からしたらね、狙いの一人に入ってくるだろうし、まあ、去年のね、怪我とかの影響とか、今年の結構その戦力の充実というのがセレッソあるので、まあ、なんとキム・ジンヒョン選手のレギュラーがね、77とかにね、落ちちゃったりとかしてるんでね、まあ、スターターで60いくつとかでしたけどね、うん、まあ、破格ですよね。今までのキム・ジンヒョン選手の限定カードとかを見ると、ちょっと破格だなっていうところがね、正直ありますけどね、うん。 で、今回もまあグレード93。これね、去年はね96だったんですよね。同時期ぐらいでね、フォーカスね。まあ、3段でしたけどね。まあ、そこに比べるとちょっと評価落ちてるので、そういうのを持ってる人からするとちょっとなーっていうのはあると思いますが、まあキム・ジンヒョン選手のね、これまでのいいカード持ってなかった人からすると、まあ狙うべきカードではあるのかなと。 まあただですね、まあ、最終的にはね、95以上というのは多分ね、今シーズンの活躍だったら、また出てくると思うので、まあ、そこまで待ってもいいとは思いますけどね。まあ余裕がある人はね、うん。まあ、そこを狙いつつでもいいと思うし、まあそこも狙うつもりで今回も狙うでもいいと思うし、という感じで。まあね、あの、ゴールキーパーとしては素晴らしいカード出てますので、えぜひね、狙って、まあ特に受け入れいい人はね、積極的に狙ってえ、正ゴールキーパーとして迎え入れてみてはいかがかなと思いますね。はい。 ということで、えー、今回、キム・ジンヒョン選手のカード第4位となりまして、よかったら狙ってみてください。はい。じゃあ続きまして、ここからトップ3ですね。はい。セレクトスキル持ち全員残ってますが、その中でのランキングになりそうですが。さあ、えー、フォーカス・プレイヤー第2弾、カードランキング第3位のカードから見ていきましょう。こちらです。はい。ここは横浜 F ・マリノスのアンデルソン・ロペス選手ですね。はい。こちらが第3位となります。 さあ、今回はね、グレード97バランスタイプということでトップグレードで登場してます。スキル構成、ライジングシュート、ダイナミックフライングボレー。セレクトでゴールハンターとダブルタッチドリブルの選択。で、チームスキルはスタメンオフェンス強化で、ボーナスセンスがオフェンス20パープラス、スピード15パープラス。で総合値7081のオフェチが1713というね、カードになってます。はい、ということで、えー、こちらのカード第3位となりましたが、 ううんまあそうね,ん、まあそうねうん、トップグレードであるんだけどねまあ3位が精一杯かなという感じですまあ理由としてはねまあまずいい点としてはまあシュートスキルしっかりと強シュートスキル持ってるという点ねまあライジングシュートも威力はありますしまあ当然ダイナミックフライングボレーもまあ決まればまあ決まればてかまあ打ったら まあ、ある程度ね、決まる確率はありますし、まあ、ここに関しては決して悪くないと。で、セレクトスキルで、まあ、ゴールハンターかダブルタッチ選べますけど、まあ、一応、自力選択できるのも、まあ、ライジングシュートにとってはいいことかなと思うし、まあ、ゴールハンター選択して、もうシュート3種にして、PK とかまでね、含めて、まあ、そういうチャンスを逃したくないんだったら、そういった感じでね、運用するのも全然ありだしということで、まあ、一応、ね、このセレクトも決して悪くないので、まあ、そういった意味ではね、まあ、結構、 いいカードかなと思うんですけど、やっぱりね、1つの問題としては、射程距離ね、うん、ここがね、ちょっとネックになりそうだなと、まあ、ダブルタッチドリブルあるので、受ける場所に関して言えば、まあペナルティレーエリアのちょい手前ぐらいまで、ね、行ってくれて、そこでかわしてくれたりすれば、まあ、そのままライジング持っていける可能性があるんだけど、まあ、普通に考えると、ダブルタッチ打ったとしても、ちょっとライジングまではまだ距離がありそうな雰囲気があるんですよね、どうしてもね。うん まあ、イメージですけどね。まあ、そこが、うま、まあ、そこまで行くまでに、やっぱり、相手のタックルとか食らって取られる場面とかがどうしても増えそうなので、じゃあ、周りのサポート結構受けたいよねって感じなんですけど、最近流行りっていうか、最近増えてきてる、まあ、パスフラスルとか、パスクロスとかね。まあ、こういったカードとかと相性がよ、一見良さそうなんですけど、ライジングシュートね、多分ね、あの、まあ、ゴルハンとかみたいに、そのダイレクトで発動するスキルじゃないんですよね。うん。 ってなってくると、まあ、ちょっとやっぱりペナルティの手前とかで受けないといけないって条件がついてくるので、まあその場合だったらゴルハン選択すれば近距離カバーできるので、それはそれでいいんですけど、まあ、だからその、まあ、どっちかというと、その周りのサポートとかが結構必要になってくると思うので、その受け入れ体制さえ整っていれば、結構その良さは生かすことができる可能性というのはね、上がると思うんでね。 アンデルソン・オペス選手は当然仕上がり的に言えば、まあ、スキル強化つけたりとかで、ね、オフェア上げたりとかっていうところが求められますけど周りのその環境、うんまあ、トップしたウィングとかね こういったところのパサーの環境というのも結構求められるカードかなと思いますので、まあ、あえて自力を封印,し封印してね、まあそういう周りに頼っての、まあ最後押し込む役割を担ってもらうみたいな感じで使うのが、個人的にはいいと思うので、どっちかというと、まあダブルタッチよりゴルハンとかの方が、僕はいいんじゃないかなと、このタイプはね。うん、なんかそんな感じはしますけどね。はい。ということで、まあそういうところで周りを含めた組み方ができれば、まあ3位とはいえね、最後の押し込む役割を担えれば、 まあ、評価というのはグッと上がると思いますので、まあ、いかにその、なんていうかな、周りの環境をしっかりと作れるかというところが、まあ、勝負になりやすいカードなので、そこを意識してね、ぜひね、まあ、使おうと思っている人は、チームをぜひね、組んでみてください。まあ、そうなるとね、結構点取れる可能性もね、能力値も高いし、まあ、モダセン戦オフェプラスありますし、まあ、十分にありますので、ぜひね、えー、考えて使ってみてください。 はい。じゃあ続きまして、フォーカスドプレイヤー第2弾カードランキング第2位のカード見ていきましょう。こちらです。はい。ここは鹿島アントラーズの鈴木優真選手のカードですね。こちらが第2位となります。さあ、このカードね、グレード96パワータイプということで、上から2番目のカードなんでね、まあそのままの順位ということになりますが、さあ見ていきますと、スキル構成がホックスインザボックス、スペクタクルトラップ、で、セレクトスキルが異次元シュートとフライングボレーシュート。 でチームスキルスタメン、えー、オフェンス強化で。ボナセンがオフェンス20%プラス、パー15%プラスで。総合値が6982のオフェチが1671というねカードになってます。はい。ということで、ここね、第2位となりました鈴木優真選手のカードなんですが、まあ、このカードの特徴的なところとしては、まずね、シュート距離が長い異次元シュートをセレクト選択ができるというところね。まあ、これ非常にいいですよね。はい。 で、あとは、まあ、ホックシーザボックス常設で持ってるので、まあ、これが、ま、近距離で、トラップも持ってるというね、組み合わせに、まあ、異次元シュート選ぶんだったらできるわけですが、まあ、このトラップからの異次元というのはね、結構感触いいんじゃないかなと思うので、個人的には、ま、ありかなと思いますね。ここは評価すごくできる点かなと思うし、 まあ深く入りすぎてもホックスインザボックスあるんだったらまあ近距離もあるんでね。ただ威力がね強いシュートかって言われるとそうではないので、まあ常設でホックスインザボックスはどうなのかっていうのはちょっとありそうだけどね。これだったら常設異次元シュートの方がね、もっとねカスタムはね結構できたと思うんですよ。異次元ボレーもできたしね。というところでちょっとスキルの組み合わせの点で、この4スキルの組み合わせは別に悪くないんだけど、常設の組み合わせがもう一工夫上にあるとよりね、評価できたかなと。まあ正直1位もあったかなっていう感じですよね。うん。 まそれか、ボレーが上とかね。まあ、ホックスインザボックスがこれセレクトに回ってくれてたらなっていうのは、ちょっとあったんじゃないかなと思いますね。うん。ここがちょっと惜しいとこであるよね。これが、もし、その異次元シュート常設、ボレー常設とかだったら、結構化け物級に強かった可能性があったんですよね。うん。 このトラップスキルっていうのはね、結構厄介でして、あの、どこで発動するかというと、相手から、相手からじゃない、味方から、ボールをもらうタイミングで発動するので、ほ、あの、パスカットとかでなかなか借りにくいんだよね。うん。 まあその、例えばボール入れちゃダメな選手結構いるじゃないですか、ジーコとかね。まあああいう選手ってやっぱりトラップ持ってないので、スティルで対策するっていうのが結構、まあ主流にはなってきてるんじゃないかなと思うんですけど、そういうのをね、まあちょっとやっぱりいなすことができるっていう、まあそういった、まあ絶対成功するわけじゃないけど、まあそういう可能性があるっていうのはね、まあ特に CF でそれができるっていうのはすごくね、強いんでね。まあ、あの、トーレス選手に関しても言えばね。 まあただ、トーレス選手とかに特徴的なないのは、やっぱり長距離シュート打てるか打てないかというところなので、トラップシュートを持って異次元あったらね、そのまま打てるんで、このトラップ異次元というところがこのカードのま生命線に、クラチャンでもリーグでもなってくるのかなと思うと、この部分はね、すごくね、評価高いんでね、ここに魅力を感じてこのカードを CF で使うというのは全然ありだと思いますね。はい。で、あとは当然ね、能力値も高いですし、ボナセモフプラス、パワー15パープラス、 で、パワー値が高いっていうのもね、ちょっとね、やっぱりね、CF に関してはね、いい兆候なんでね。まあ、これも評価できる点かなと思いますね。はい。ということで、まあ、正直1位でもおかしくないぐらいの仕上がりのカードであるんですけど、まあ、若干のこの差ね、フォックスインザボックスが常設にあるかないかの差で、まあ、2位になったと思っていただけたらなと思います。でも、それ以外ほぼほぼ、まあ、完璧というか、まあ、強みはあるので、まあ、ぜひ、まあね、しっかりとお迎えできた方は、まあ、S ストライカーで使うというのは全然ありだと思うんでね。まあ、ぜひ狙ってみてください。 はい。ということで、じゃあ最終的にフォーカスとプレイヤー第2弾、カードランキング第1位に輝いたカードを見ていきましょう。こちらです。はい。ここは京都さんが FC の豊川裕太選手のカードですね。はい。こちらが第1位となります。でこのカード見ていきますと、スキル構成が、えー、超次元衆とライトニングカッター、セレクトスキルでゴールハンターか超絶ボレーが選択ができます。でチームスキルはスタメオフェンス強化。 で、モーナスセンサーオフェンス20%プラス、スタビナ15%アッププラス。で、総合値6891のオフェチが1554というね、カードになっております。はい、というね、こちらの豊川選手のカードなんですが、まあ、素晴らしい点というか評価が高かった点としては、常設スキルがめちゃくちゃいいですね。うん。まあ、ライトニングカッった後超次元ね。まあ、これはね、強力ですね。うん。 まあカットイン系の選手としてね、まあ主に需要がありそうなので、まあ両ウィングを筆頭に、まああとはシャドウでもワンチャンスあるかなっていう感じですね。まあ CF はちょっとカットインが使えないので使いにくさはありますけど、まああえてこのライトニングカッター無視してね、超次元ボレーとかで使うとか面白いかもしんないけどね、それこそね。うん。まあただちょっと自力なくなるんでね、まあその使い方がいいとは言わないんですけど、まあ最悪そういう使い方もあるかなっていう感じですよね。セレクト選択するとね。 で、ゴルハンかボレーの選択なんですけど、まあカットインで使うんだったらゴルハンがいいんじゃないかなと思うんですけど、まあそうね、シャドウとかで使うんだったらボレーでもいいかなって感じですね。うん。まあこれはね、選択がいろいろできるのも、まあ、福藤浦川選手のね、このフォワード全ポジションできるという、まあこの良さを生かしてるものにもなってるかなと思いますね。うん。まあ、正直ドロップシュートとかでね、来そうな雰囲気の 選手なんですけどね、超次元しっかり持ってきたというのは、まあ、ここは評価できるし、まあ、当然クラちゃんとかでもね、まあ、このカットイン連動からの超次元というところがあるので、まあ、1P つけば稼ぎやすいというのもあるので、ね、クラちゃんでの評価も高いカードと、はい、なっております。ということで、まあ、豊川選手といえばね、昨シーズンの、まあ、ベストゴールもいいカードだったんですけど、さあ、こちらもね、まあ、非常にウィングとしてね、強力な、うん、カードが来てるので、まあ、ここはね、結果 う僕もいろいろやっぱりカットイン系の選手とか、ウィングとかってそもそもカットイン系の選手とかフラスル系の選手とかっていろいろいるんですけど、まあ、それはチームによってね、やっぱね、いろいろあるんですよね。まあ、その例えば CF がボレー使ってたら、ね、フラスル系クロスター使いたいっていうのもあるだろうし、いや CF そんな感じじゃなくて自力に結構振ってて、まあ別にウィング何でも使えるよってなるんだったら、自力で点取れる方がかえって強かったりするからね。うん まあこれはまあ需要がいろいろある中で、まあカットイン系の選手の強カードっていうのは今年結構ね多く出てるわけですが、まあいい勝負するんじゃないかなと、これまで出てた選手ね。まあミト選手とかもねいいカード出てましたけどね。まあそこら辺といい勝負するんじゃないかなっていうカードが来てますので、まあぜひ、はい、ここはねカットイン系の強カードを狙ってる人はぜひね、チャレンジしてみてください。ということで、えー、今回のね、フォーカスドプレイヤー第2弾の、えー、グレード85条全選手対象としてのカードランキング1位から5位編やっていきましたいかがだったでしょうか。 まあ、1位にね、輝いたのは豊川選手のカードということで、まあ、スキル面が、まあ、ほぼほぼ本当に無駄なく、まあ、能力値も十分高いし、まあ、ボナセも当然ね、まあ、フォーカスなんで強いですし、強いですし、うん、というところで、まあ、文句なしかなと思いました。 ま、c t んだったらもっとカットイン系に振るんだったら、スタミナよりは、ま、スピードとかテクの方がいいんじゃないかっていうのはあってもいいんですけど、ま、スタミナ高いとね、ま、1試合持てる可能性もあるので、ま、それをどうね、ま、1000スロットやっぱ振ったと、振ったりとかして、ま、1試合あれがね、保ち続けられるとかとすると、やっぱ相手からしたらきつかったりとかね、ま、するんでね、ま、いろんなそういったカスタムの方法も残ってるっていうのは、ま、えってね、そっちのメリットとかもあったりするので、ま、悪くないのかなと。ま、あとスタミナ系のカットイン系の選手意外に少ないからね。うーん。 まあタイプ別の需要とかもあったりしてね、今後スタミナリーグとかあるかもしんないからね、まあそういうところで活躍したりとかっていうところもまあ見受けられるので、まあ結構そうしていろんな場面でね、活躍しそうなカードだなっていう印象がね、強かったですね。はい。まあ当然ね、鈴木馬選手とかアンデルソン・ロペス選手あたりもね、生かし方によってはめちゃくちゃ輝く可能性があるので、まあここはちょっとね、工夫がいろいろ周りの関係とかだったりね、必要だったりする可能性がありますので、まあそういうところをぜひね、しっかりとね、えー、組んだ上で、まあいかにね、いい状態で使えるかっていうのもやっぱ大事なんでね、 まあ、ぜひその本人、本体のカードだけじゃなくて周りの環境というのもね、考えながらぜひ、ね、セット、えー、チームね、作ってみてください。ということでじゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今日で失礼します。バイバイ。